おはようございます。今回の動画はですね、トラキャンとバンコンの温度の違いを実験していきたいと思います。今回ちょっとね、検証するのにあたってですね、こちらの全く同じ温度計を買ってまいりました。はい、はい、でちょっと時間を置いたり換気してみたりとかしながら温度の違いを検証していきたいと思います。ちなみにそれは今何度でしょうか？今ね、はい、34度ぐらいになってますかね。そんな言ってますか？両方同じぐらいですか？はい、あ、一緒ですね。日が当たってるから、はい、ということで検証していきたいと思います。そして今回ね、この素敵なエイジング加工をしているハイエースに乗って、ただいま絶賛日本一周中、今回協力していただく方をご紹介したいと思います。どうぞ。すいません、こちらのサビサビのハイエース日本一周してるヤギジと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、なんかこんななりですが、めちゃくちゃ爽やかな好青年ということで、はい、ありがとうございます。いやいや、激若です。激若ですね。激若でございますんで、ちょっと今日はね、あの、すいません、なんかありがとうございます。いやいや、協力いただきましてですね、お願いします。あの、以前車中泊会議というね、イベントで初めてね、そうですね、一緒にお話しさせてもらって、ね、キャンプも一緒に行ったりとか、はい、仲良くさせてもらってるんで、これも何かの縁かなと思いまして、今日はちょっとね、撮影に協力していただきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。はい、ということで、ね、検証前にちょっとさすがにね、みんなこの車が気になって、多分あの内容が入ってこへんと思うんで、せっかくなんでね、あのヤギジさんがあのなんか紹介させてもらっていいですよということで、ちょっと紹介させていただきたいなと思います。はい、まあ、なんといってもこの外見ですよ。はい、これベースなんなの？まあ、もともとはシルバーのハイエース。シルバーやったん？はい、自分で塗って。そうです、自分で塗装して錆びてるように見させてるっていうことです。エイジング加工ってやつですね。そうですね、エイジング加工。この錆びに見えるのも塗ってるんやね。そうなんよ、すごいよね。すごい、めちゃくちゃ目立つっしょ。なかなか。あとね、俺やっぱこれなんと言ってもというところがポイントがあるんですよね。はい、僕こちらですよね。これ、このトヨタマークやばくない？これすごい。これどないしたの？これは作ってもらいました。当時の大きさと厚みも全部調べてもらって、すげえな、こだわってますな兄さん。これが可愛いよね。はい、この、ね、なんていうスタッツみたいな、うん、これは100均のシール。あ、それを貼って塗っただけ？そうです、塗る前に貼って、それその上から塗ったんで、塗った分の厚みが出てるっていう言い方したり。センスありますな。すごい、こういう細かいところで。ほんまや、俺ここ気づいてなかったわ。豆やな。 A 型？いや、O 型です。あ、一緒。すごいっすね、ほんまに。屋根は白いんですか？そうですね、屋根と下の部分は一応ツートンにはしたんですけど、結局錆びてる塗料を使っちゃったんで意味がなくなっちゃってると。ああ、いや、でもさ、この上のさ部分もさ、雨風にさらされて、うん、一番錆びてるっていう感じが出てるってことやね。はい、このハイルーフのさ、うん、頭ちょっと長いっていう感じが緩和されてる、このグラデーションで、うんうんうん、だからなんか見た目がよりスマートに見える。見えるね。でかいな、このハイエース。これワイドでロング？そうです、ワイドでロングです。それはでかい。でかいで、ハイルーフやもんね。はい、あ、なるほど。だから下も白やった感じやね。そう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 。で、ここだけちょっとおみき錆びてますよと、うん、はい、すげえな。こういうへこみとかは？は、もともと買った時にへこんでたやつを、うん、板金もしないでそのまま車屋さんにこういう風にしちゃうから、板金なんかしなくていいからそのままちょうだいって言って。おお、なるほど。はい、もうなんか現状渡しでみたいな。そうです、それが生かされてこうなってる。はい、なんでこの辺とかも、あ、ほんま曲がってるね。あ、これはこういう仕様じゃなくて、こうしたんや。もう前乗ってた方が多分ぶつけたんですよね。あ、それわざと、もう味として。はい、味として。やば、逆にぶつけてもらってくれてありがとうぐらいのぐらいのテンション。すごいな。はい、なんか自分でハンマーでどうたらみたいに言ってなかった？まあ、ハンマーとかで引っ張ったりはしたんですけど、あんまり跡は残んなかったんで。ああ、やっぱリアルな、リアルなね。なるほどなるほど。いや、すごいね。上もね、ちょっとこう大きめのこのキャリア積んで。あのさ、箱は何入ってるの？あの中にはテントの、はい、キャンプ用品ね。はい、とか、あとはこの車をちょっといじったりする時の工具とかが。ああ、なるほどなるほど。車内にはあんまり荷物積まない。はい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 。いや、いいっすね。汚れ物とかは入れてるような感じ。うんうんうん、なるほど。ソーラーも持ってる。あ、そうね、ソーラーも。あ、そうね、確かに。130W と 100W の2枚積んでます。合計230。はい、なるほど。このトヨタは？このトヨタはステッカーです。カッティングステッカーを貼って、昔のトヨタってこんな感じだったよなみたいな。確かに実際はあんまり見た時はないんですけど、はい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 、写真とかで見るとこういうのが多かったんで、もともとここにトヨタのマークあったのを潰してそのままありました。すげえ、ここにあったんや。ほんま、あ、ちょっとだけ微妙に、はい、
あ、これを、あ、なんかスムージングみたいなしてね。そうです。で、このスムージングも、うん、綺麗にやりすぎると面白くないと思ったんで、わざと、あえて雑なんですよ。ちょっとここにあったんやなって、はい、ここにあって、それ潰したみたいな。すげえな。やってます。え、ラダーは、言ったら新品をつけて、そうです。わざとこういう、塗装にまた塗装にして、めっちゃなんか使い込んでますって感じよね。おうおう。いや、僕らのも大概目立ちますけどさ、これやばいね。これはすごいですね。あ、なんかこのね、見たことあるもステッカーね、いっぱいあるね。ありがとうございます。このガードもね、ほんまや、これもね、すごいね。近くで見たらやっと、あ、塗ってるんやなってわかるけど、うんうんうん、ちょっと離れたも、あ、こういう錆びてるんだみたいに見えるのね。そうね、そうね。俺はだから初めて見た時、すっげえ車、すごい車おるなーと思って。でも見たくね、怖いからちょっと喋りかけるのやめよっかみたいな。実はこう見えてオフィスでしたっけ。今27です。小牧さんより若いですね。じゃあちょっと気になる中を見させていただきましょう。ちょっと今改造中なんですけど。そうですね、ちょっと DIY でね、はい、そうですね。出身が福島で、今福島に戻ってきてるって、そうです、感じですね。 DIY のために戻ってきたんですね。そうです。あ、ちょっと200日ぐらい生活してて使いづらかったんで、ちょっとそれを直すのに、多分みんなが、みんなそれぐらいの感覚で、ね、みんなが通る道を今通ってきたのかなっていう感じで、ノーストレスにしたいからね。そうですね、使ってみて分かることだもんね。で、今一応改造中なんですけど、はい、ちょっとお邪魔します、はい、まだね、もっと変わると思うんですけれども、うん、ヤギさんのね、TikTok 見てもらったら、あの DIY してるところが全部載ってるんでね。これ中も全部 DIY なんですね。そうです。あ、すげえな、すげえな。いや、すごいね。多分ね、ちょっとみんな気になってしょうがないと思うんやけど、うさぎ、そこのうさぎ、うさぎ、うさぎたちは、はいはい、うさぎたちは、あれは、あれをつけて写真を撮ったりしてます。なるほどね。あ、はいはいはい。でっかいね、この冷蔵庫、レンジと、まあね、このなかなかお化け級のエコフローのポタデンが、これなんぼ3000ワットは、そうですね、3000、すごいね。3600、やば、僕らの倍はありますね、うん、はい、あ、ウェーブもいますね。まあ、これからの時期は必須でしょう。そうですよ、夏こいつでなんとかしのごうかなと、まあ、今回はこの子はちょっと休みで登場しません、はい、登場しません。この子は登場しません、はいはい、FF もつけてるんですね。これが FF です。なるほどなるほど。おー、あ、これが燃料ね。ここのね、ステップのところにうまいこといいです、ね。あ、こっからほな吹き出し口みたいな。今は夏から蓋してるって感じ。そうです。普段はその冬場、まあ、あー、なる、うわー、無駄がねー、めっちゃ綺麗にしてる。いいね、これ。これも自分でつけたの。これも自分でつけました。 FF って自分でつけれる。 FF、 そうですね、結構大変だったんですけど。ですよね。一応サブバッテリーから、その中にサブバッテリーがあるんですけど、はい、その中から、はい、あ、なるほど。サブバッテリーもリチウムやね。そうです、うん、上にも収納あるんやで。ほんまや、ほんまや。おお、ちゃんとカーテンがついてるのよね。カーテンがいいよ。じゃあこんな感じで生活してます。すごい、いいね。こんだけ開けると換気はね、ね、そうですね、完璧やな。これはなんかパカッと開くタイプみたいな。は、もともとずっとこのまま閉じてて、あ、もう閉じてる状態ない。向こうからしか取れないように。あ、なるほどなるほど。ここの上から開けて、ああ、なるほどなるほど。あ、いいね。いい感じです。そっかそっか。ここら辺はじゃあ使い勝手も全然いいんじゃない、ね、通気性よく。ああ、いいですね。一番上だけ開けて。大事ですからそれ、ね、僕らそういうの考えてなかったよ。カビちゃうから、ね、カビだらけになりましたよ、ほんまに。いや、あっち側も上だけ開けて。素敵やん。おしゃれやな。いや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 、ほんまに。じゃあこれで検証していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあとりあえず温度計をこのね2つ車に設置しましょう、はい、僕たちはシェルの中、ヤギさんの車はどこら辺に設置したらいいですかね。一応断熱材は入ってます。どういう感じで断熱しました。壁から屋根まで全部グラスウール。あ、じゃあ僕らと一緒ですね、断熱材自体。グラスウールが入ってる。断熱塗料とか塗りました。あ、塗りました。あ、塗りました。はい、住宅用の白いやつ。あ、はい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 、バッチリ断熱をした DIY のバンコンです。はい、で、こちらじゃあちょっとお邪魔してもいいですか、はい、どうぞ。どこに置きますか。お邪魔しまして、ここに置きますかね。あ、わかりました。じゃあそこに、はいはい、置きましょう、はい、置いておきます。ちょっと後で温度見に行きますね。はい、ここ置いておきます。はい、ちょっとね、時間置かないとね。うん、じゃあ僕たちはこの机の上に、はい、はい、この真ん中にね、はい、まあ風が直接当たる場所でもないし、そうですね、まあ大体同じ感じの場所かなとは思います。はい、はい、じゃあ
これ置いてこのまま待った方がいいんかな、この状態で、ね、この状態で、はい、うちのトラキャンは木のフレームで同じグラスウールが入ってて、うん、外がガルバリウム合板、はい、内側がベニヤのシェルです。はい、はい、じゃあ全部窓とか閉めて、はい、時間を置いてから温度がどう変わるのか、はい、検証していきたいと思います。はい、はい、じゃあそれでスタートしましょう。はい、じゃあうちも窓を開けてるんと換気扇止めて閉めた状態です。はい、じゃあヤギさんもここ閉めてもらうと、はい、いうことですね。はい、お願いします。はい、じゃあ閉めます。はい、お願いします大丈夫やね。はい、大丈夫です。はい、 OK、 窓は全部閉まってますね。全部閉めましたね。はい、前も閉めて、これもカーテンも閉めて、はい、閉めて、まあ、上の換気扇も切って、はい、窓閉めてカーテンもしました。はい、こっちちょっと開けてたのも閉めました。そこね、はい、いつもちょっと開けてるとこね、うん、はい、はい、よし、じゃあ閉めましょう。まあ、今日は天気がいいから、うん、いい感じで検証できるんじゃないかなとは思ってますが、とりあえず今後はどういう感じですか。ちょっと時間を置いて1時間後かなぐらいかな。1時間置いて今がですね13時16分ということで14時、まあ、15分ぐらいをめどに一度温度を測りましょうか。はい、はい、まあ、入った体感的なんもね、そうね、ちょっと、うん、できたらいいなと思います。はい、はい、ということでご飯を食べに行きましょう。はい、はい、はい、ということで温度計を置いてから40分ぐらい経ったんで、とりあえず今何度か見てみましょうか。はい、まあ、これでちょっとね閉めて落ち着いたかなと、うん、こっからまたさらに1時間ぐらい寝かそうかなと思ってます。ちょっとね天気がさ、今はまあ晴れてるけどさっきちょっと曇ってたりとか、そうですね、快晴ではないよね若干っていうんで、まあちょっとあれやけど言っても暑いんで、はい、まあわかるかなと思うんで、まあ、とりあえずちょっとじゃあ温度見てみましょうか。はい、はい、じゃあまずじゃあヤギさんの方の、はい、見ましょう。ちょっと開けますね。はい、はい、お暑いね、もうすでに暑いね。ちょっとおまきさんじゃあちょっと、はい、取っていただきましょう。しまして、まあ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 やね。あ、でも中入るとやっぱ暑いわ。暑いね。37度ぐらいかな。37度、はいはいはい。よし、じゃあもうちょっと寝かしましょうか。はい、はい、じゃあ次カビキスさんの方行ってみましょう。はい、トラキャンの方行ってみましょう。じゃあ閉めますね。はい、はい、でははいお願いします。34。あ、そうね、あ、でも入った感じちょっと違うかもしれん。ちょっと違うね、やっぱ向こうの方がちょっともわっとしてる感はある、もわっとしてた、やっぱりね。34度。はい、はい、じゃあここも寝かしましょう。はい、寝かしていきましょう。はい、これヤギジさんも後でちょっと体験してもらおうかな。あ、わかりました、はい、せっかくやからね。はい、ありがとうございます。次ね、見てもらおう。そうね、次見てもらいましょう。はい、じゃあ13時58分ということで、2時半目処に、はい、もう一回測っていきたいと思います。はい、そしてそこから、まあ、換気してどう下がっていくか、うん、ちょっとやっていきましょう。はい、はい、引き続きご協力お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃじゃん、14時28分ということで中の方を調べてみたいと思います。うん、今回はじゃあヤギジー君に中入って、はい、分かりました。温度とあと体感的にどんな感じかをちょっとやってもらいましょうか。はい、じゃあまずこのヤギジー号から、はい、行きましょう。開けてみます。はい、お願いします。あ、ちょっと暑いですね信じられないくらい。これは結構暑いな。やばいですね。これはやばい。どうかな、どうですか。40度じゃないですか、これは。あ、40度ぐらいいってますね。ちょっとやばいですね。45度いってるよね。39度。39度、うん、これはこれモアンとするよ ね、 すごいね。入り口が広いからちょっと入ったぐらいじゃあんま分からんけど。そうね、中やばいね。ここで寝ようもんな。あ、無理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 。ネタの方がちょっとしんどいですね。ね、それはしんどいわ。確かに。じゃあもう一個いきましょうか。はい、では、はい、ヤギジーさん、はい、ちょっと中に入ってもらっていいんで、あのちょっと入ってもらって。あ、大丈夫です。ごめんね、なんかそれちょっとね、あ、登りにくいけど。で、その椅子座ってもらって、ね、はい、全然いいんで。お邪魔します。いや、全然涼しさ違いますね。違う？はい。一応全部締め切ってますね。暑 く、はい、くないっすね。いや、でも暑いのは暑い。いや、こっちの中に比べれば。あ、確かに。じゃあ温度がどれぐらいでしょうか。お、35度。 5？ まで行ってない。あ、ほんまやね。35と4の間ぐらいか。あら、これは 4度ぐらい変わりましたね。うん、全然違うね。はい、すごい。本当です。体感的にはやっぱ違う。全然違いますね。こっちの方がかなり涼しいですし、
暑さが全然違います。あ、なるほど、こんなにも違うんですね。俺も初めて分かったわ。じゃああとはですよ、こんな温度を下げていきたいわけじゃないですか、はい、窓をまあ開けるという方法で、実際車中泊するときはこうやって換気するだろうなっていう状態やね、はいはい、そうですね、はい、いう方法でちょっとやっていきましょうか。はい、かわいい、かわいい、これをつけて半開けにする。なるほどなるほど、バンならでは、バンならでいいよね、俺こういうの憧れてんねんな。あ、すごいね。あ、いいね。これで半開けにしてます。バンってこんな感じにするんだね。いや、中に入ったら暑さが全然違います。確かに暑いね。かなり暑いです。ただ僕思うのは、やっぱ逆にこうトラキャンの方がさ、換気はしづらい、ね。そう、断熱性が高いってことは、ぬくいのが出にくいとは思うのよ。ああ。だこっちの方がすぐ涼しくなりそうな気がするから。ドアも。はい。窓もでかい。そう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 。自作の。自作の。換気扇。これめっちゃいいのよね。あ、そう。ちょっとヤギジニーのな中でさ、一緒にモンハンやったんやけど、うん、めっちゃ快適よね、これ。これあの結構強力よ。違いますね。あ、そうなんや。あとなんかつける向きによって、うん、インアウトできるから。まあこれ今回出すようにした方がいいですかね。そうですね。ね。うん、じゃあこれつけていく、はい、はい、こんな感じで、うわ、あ、ちゃんと挟まって止まるようになった。そう、すごい、プラダンをちょっとへこまして、そこに挟まるようになった、はい、あ、回りましたね、はい、回りました。じゃあ換気扇つけて、はい、こっちの窓少し後ろね、はい、ドア開けて、こっちはどんな感じ？こっちはもうほんと締め切りの状態か、かちょっと開けか、窓開けぐらいなんで、ちょい開けぐらい、じゃあしときますか、はい、じゃあ、はいはいはい、まあ、これぐらいで普段、わかりました、まあいつも車中泊してるって感じですね。じゃあタピーさんもいつも通りやりますか、はい、じゃあ僕はやりますわ。そうね、はい、じゃあまずね、うん、上の窓、ここをね、まず開けて、これでね、うん、回します。全開で。全開です、もちろん。はい。で、うん、下の窓を開ける。はい。以上です、はい。はい。でもこれだけでもちょっとね、やっぱ風が通るから違うね。そうなんです。で、前は車のネットが入ってくるから閉めたまんまね、うん。そう。で、一応ね、ここに扇風機をですね、風がね、はい、こうなるように。全体に、ね、行くように。ではこの状態で30分ぐらい、はい、1時間ぐらい、まあ、30分ぐらいかな、はい、大体わかるかなとは思います、はいはい、後ろはじゃあこの網戸閉めて、 S 字フックつけて、こうね、当たってちょい開けの状態で、はいはい、で30分、はい、待つねー待つねーということで、今が14時38分で、まあ3時過ぎぐらいね、30分ぐらいでやっていきたいと思います、はい、はい、ということで時間の方はですね、15時7分、はい、どれぐらい、もう30分ぐらい経ったかな、ね、ちょっと喋ってて時間わからなくなどれぐらいね換気されたか、今度は僕がちょっと体験してみたいと思います、はい、あと温度もね、はい、見てみたいね。じゃあまずこのヤギさんの、はい、このハイエースの方、はい、行ってみたいと思います、はい、じゃあ失礼します、はい、お邪魔します。ああ、どうだい、そうね、そうね、入った感じはさっきとはちょっと違うね。あ、でも暑いも暑いな、暑いな暑いな、その奥のベッドの方がやっぱちょっと ね、ちょっと温度を、あんま変わらんかもしれんね、1度ぐらい下がったぐらい、おー、38、体感は、体感はね、あのもわっとしたのは少ない、うんうんうん、でもね暑いな、暑いですあ、これだけでも暑いな、暑いです。あ、まあ、あとは実際はそこにあるサーキュレーターとかも、あ、まあそうね、全然回してもよかったちょっと失礼します、はい、すいません。まあ、今ちょっとこっからめっちゃいい風が開口部が広いから、まあ、これもメリットなんよね。でも、こう、いざやろう思ったら開けとけば、開ければめっちゃでかい窓ができるからさ、うん、一度下がったぐらいですね、うん、じゃあ続きましてはタビキさんの方見てみますか、はいはい、じゃあちょっとタビキさんの方失礼します、はい、あ、どう、そうね、まあ、換気はされてる感じやね。換気はされてる、あの、そうね、もわっと感はないな。体感的にはまあまあ換気はされてるかなって感じ、ね、やっぱね、気温は変わらへん、そんな変わらん、うん、35、うーん、入った感じは違うな。あとここにおるのとこの風の通り道におるのとおらんので全然違う、それはあるよね。これもちょうどほら
35ぐらいになってるから。でもね、まあ、窓開けてもちろん開けること前提やけど、うん、今昼間でもここにおろうと思ったら折れるよ、うん、って感じかな。ちょっとなんかちっちゃい扇風機で自分に当てたりとか、それこそひんやりグッズ系を使えば折れなくはない、うん、全然いけそうね。今やったらまだ、うん、まあ6月末、今日はまあ最高気温30度ぐらいなんですけど、まあ、日差しが当たる外よりかは全然ね。そうね、だからそう、その分は全然涼しく感じるね、うん、モワンっていう感じがないから、うん、まあいいかなとは思います、はいはい、じゃあおまとめに行きますか。はい、はい、ということで実験終了。ヤギジさん、はい、今回ちょっとまあこんな機会なかなかないと思うんですが、はい、どうでした？初めてトラちゃん、はい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 、入ったら結構暑さがだいぶ違うなっていうのは体感でも感じられるぐらい、あちょっとバンコンの中は暑いな。暑いな、暑いですね。俺もでも改めて思ったわ、うん、やっぱこの時期やと朝は暑くて起きちゃいますね。そうね、まあね、昼間はさ暑いのは暑いよ、はい、両方ね暑いんけど、やっぱなんか暑さがちょっと違う感じはしたし、ね、まあ温度も4度ぐらいは一応差はありましたね、はい、はい、っていう感じになりました。トラキャンとかさ、うん、バンコンとかもいろんな種類があるから、ね、まあ、一概にこうとは言われへんけど、断熱の具合とか言って、ね、うん、前後はするとは思うけど、はい、やっぱトラキャンの断熱はすごいんだなと。確かにすごいんだなと思いました。なんかさ、俺らが言ったらさ、ちょっとうさんくさい感じになるやん、トラキャンビーキみたいな感じになるじゃないですか。でもまあ実際はそうね、涼しかった、ヤギジーさんがもう身をもって、はいはい、体感していただいた感じで、ね、まあ決して暑いんですよ、暑いんですけど、まあ、バンコンよりはまあまだ動きやすいかなと、生活しやすいかなという感じですよね。はいはい、断熱性が高いって分熱を逃しにくいっていうのも実際あると思うから、まあ、今回ちょっと分かりづらかったけど耐熱というか中のこの暑さがずっと続くかなと、トラキャンの方が続くかなっていう感じはするんですが、まあね、バンコンとかでさ、やっぱ扉バーンって開けたり後ろバーンって開けたら、うん、もう風めっちゃ通るし、そう、ね、一気にね、確かにそうすれば一気に涼しくはなるかなとは思うんで、うん、まあ、まあ、それができるっていうのはバンコンの、そうそれはめちゃくちゃいい、なんかどう頑張ってもこれ以上開けられる。まあね、やっぱここはね、運転席とさ、シェルの部分がつながってないっていうのはそれもあるでかいかなとは思うんで、普通のキャンピングカーやったらどうしてもね一緒になってるやん、うん、はい、こうっていう部分でやっぱ鉄板が直やからっていう部分もあるんかもしれないですね、はい、今回はこんな感じになりました。初の検証じゃないですか。初の検証ですか ね、うん、あの一応ね、他の YouTube とかでもこういうの見たことなかった、そう調べたけどなかったね、うん、はい、バンの比べとかはあったけど、うんうん、バン同士ね、バン同士とかはあったけど、はいはい、トラキャンとバンコンの違いというのが今回ははっきり分かったんじゃないかなと、はい、いうことで今回は終わりにしたいなと思います、はい、ヤギジーさんは日本一周絶賛頑張り中なんで、はいはい、概要欄の方に、ね、ヤギジーさんのインスタと Twitter と TikTok とありますんで、よろしくお願いします、はい、ということで、気になる方はぜひね遊びに行ってみてポチッと登録してあげてください。よろしくお願いします、よろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。